極楽京駅は、和歌山県伊都郡高野町大技、高野山国有林台八輪般にある南海電気鉄道の駅である。標高535メートル。駅番号は NK86。高野線は当駅が終点、工作線は当駅が起点である。2番線に停車中の特急、荒野。客扱いは3番線側ホームで行う。 高野線ホームは串型3面4線、高作線ホームは東端式2面1線となっている。南馬方には主に臨時列車増発時に使用される留置線がある。高野線と高作線の乗り換えのために作られた駅で、周辺には駅以外の建物がない。券売機は設置されておらず、乗車券は改札窓口で購入する。自動改札機は扉のない簡易型のもので、 以前は、時期乗車券のみに多用していた。乗り越し生産やチャージは、改札窓口内に設置された端末での、係員による手作業処理となる。両線の駅舎は、不動谷川を挟んで両岸にあり、改札内の連絡橋で結ばれている。特急、荒野と観光列車、天空用の3.4番ホームは、列車到着までは封鎖され、その乗車時に、ホーム出入り口で、 特急券及び指定券の提示を求められる。また、工作線列車は、高野線列車の発着に合わせて運行されており、乗り切れない場合は、約7分後に臨時列車を運行してさばいている。2009年、工作線ホームに、スロープと車椅子用自動昇降機が新設された。乗り換え客を含んだ2019年度の1日平均乗降人員は2066人で、 ある。乗り換え客を除いた2019年度の1日平均乗降人員は56人で、南海の駅では96位である。もっぱら乗り換え駅として利用されている。以前は当駅で下車する利用客はかなり稀で、ほとんどの乗客はそのまま工作船を利用して、高野山駅まで向かうか、その反対方向への乗り換えをするだけである。高野山駅から、先の道路は、 バス専用と一般道路があり、バス専用道路は人も通行できないため、歩いて高野山中心部に向かう場合は、当駅から登山道を進み、女人道へ出るルートと、高野山駅から大門方面へ進むルートの2つがある。各年度の1日平均上降人員数は下表の通り、駅の北側に駅名の由来となった極楽橋があり、 不動坂という高野山への参道に通じている。駅から極楽橋の田元へは、改札を出て、右に折れ、林道を歩いて、ケーブル駅への連絡橋をくぐり、右の道を登ると抜けることができる。不動坂は高野山景道の一つ、京大坂道の区間として2016年に、世界遺産、紀伊産地の霊場と山景道に、追加登録され、橋の塗装が塗り替えられた。 台風、第21号による被害状況等について国土交通省台風21号の影響による列車の運休区間について南海電気、鉄道、2017年10月24日、高野線の運転再開について南海電鉄、w w w n a n k a i c o j p 2018年4月4日閲覧。 極楽京駅のリニューアルオープン日を7月20日に決定。1極楽京駅限定グッズや極楽町の眼掛け話の詳細をお知らせします。2オープン日以降、極楽京駅で途中下車が可能になります南海電鉄。w w w n a n k a i c o j p 2 0 2 0年6月25日閲覧。 AB ハンドブック南海に2020鉄道事業。ABCDEFGHIJKLMNO 南海電鉄各線駅別1日あたりの乗降客数の推移。和歌山県総合交通政策課和歌山県。ABCD 平成26年度和歌山県。公共交通機関投資領収平成27年度。 和歌山県公共交通機関投資領収平成28年度、和歌山県公共交通機関投資領収平成29年度、和歌山県公共交通機関投資領収平成30年度、和歌山県公共交通機関投資領収令和、元年度和歌山県公共交通機関投資領収。ありがとうございます。